なんとザンギザンギ、これは、キャラの名前は何とお呼びすればいいんですか。 SK ピッシモ、SK ピッシモさんでよろしいですか。対するはユズさん、まあ、お互いザンギなのでこれまた人気なきプロレスが始まってしまっているんですが、まずは掴んでいたのは ユズさん、まず掴まれて大ピートをして壊して中盤、ああ掴んでた、さらにもうお互いこれはレバーをぐるぐる回すゲームですか。俺は祖国のために掴んでいたアトミック、うーレアパサー、さすがの体力、まだ死なない、まだもう一読みせめぎ合いがある。投げからぶったところに削りにいった EX バニッシング、さあまず一本先制するユーズさん、吉野さん実況お願いします。どうぞどうぞ。さあ、まあ、実況が難しいのはみんな一緒なんですが、さあ作りの隙に投げを入れるよ、出したい。さあ対空スクリューを吹かして作り、さあはい、亜生さん風です。はい、猫パンチのお二人と亜生、さん風です。ちょっとあっち行って、準備してください。この辺ですね。はい、はい、亜生さん風です。ケンマスさんとトッコさんは、いますね。はい、はい、走行しているうちに大会の、録画状態の方では、録画筐体の方ではゆずさんの残業の方がまだ若干リードしている感じですか。すいません、大会がね、対戦大変あの人が多くて混雑しておりますので、呼び出し等も行いながら、大会を進行しています。皆様、円滑な大会進行にご協力ください。よろしくお願いしますと言っている間によっしゃーと声が聞こえた。ゆずさんの残業よっしゃーと叫び声を上げて勝利を取っていった。さあここで出てくるのは大人気陣屋金本先生ですですね。バルログとしてかなりの人気を誇るプレイヤー。さあ例の行動は大会中でも飛び出すかが最大の焦点面白いですね。まあ、あのこの間某忘年会の時にあのもうほとんど煽っていいようなあの感じでしたので、ね、本人公認のもとで